それではここからはですね、Amazon CloudFront のこの機能使えてますかと題しまして、CloudFront のアップデートやいろいろな便利な機能周りの説明をさせていただきます。まずは簡単な自己紹介になるんですけども、私文寿健介と申します。普段はソリューションアーキテクトというロールで活動しておりまして、好きなサービスは下に書いてある CloudFront、WAF、Firewall Manager といったエッジ側のサービスとなっております。 今回は僭越ながら皆さんに Amazon クラウドフロントに関する新しい知識や何かに役立てられるアイデアを持って帰っていただけると幸いだと思っております。それでは本日のアジェンダがこちらになるんですけども、全体的にです、ね、Amazon クラウドフロントを俯瞰した資料の作りになっておりますので、もしよければです、ね、あの一般的なクラウドフロントの機能回りをメインでやってほしい。 だからクラウドフロントの概要だとか、本当に基本的な部分は必要ないという方がいたらですね、チャットのほうに記入いただくか、挙手ボタンを押していただくことをお願いします。こちら見てですね、内容を機能のほうに集中させるか、基本的に全体的なところも含めて、基本的なところも含めてやるかをちょっと判断したいと思います。一応、用意している仕様に関しましては、 アップデートの一覧に関して簡単に触れて Amazon CloudFront のグローバルインフラストラクチャについて話しキャッシュコントロールとポリシーについて解説しそしてメインの話となるさまざまな機能の方をお話ししていき最後にモニタリングセキュリティ関連の話をしていきたいと思います、はい、あレーズハンド、はい、いただきましてありがとうございますそしたらです、ね、あの基本的な機能周りに関してはあのご存知の方多いかもしれないので 簡単にそこは触れて、メインであの日前の話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、早速、Amazon c l クラウドフロントの2021年から2022年のアップデートについて振り返っていくんですけども、一応、皆さんにお渡した資料のほうにこちらの一覧載っておりますので、後ほど参照いただけると幸いであるのと、 この中でピックアップしたい資料に関しては、後ほどですね、機能紹介のところでお話しさせていただきますので、一旦こちらは、こういった形でアップデートを大量にしているんだなというところをご認識いただけると幸いでございます。はい、ということで、簡単にです、ね、アップデートについて俯瞰してきたので、グローバルインフラストラクションについて見ていくとですね。 こちらのよく Amazon c l クラウドフロントの説明するときに出てくる図なんですけれども、Amazon c l クラウドフロントはです、ね、エンドユーザーにコンテンツをより低いレイテンシーで届けるために、47カ国90都市以上にある410以上の拠点からなるです、ね、グローバルなネットワークを展開しております。でこのアイコンがです、ね、大胆の位置を表しているものになっておりまして、 現在、日本には東京に2 0個、大阪に7個のエージロケーションが存在しまして、リジョナルエージキャッシュも1つあるので、合計28個の拠点がございます。で具体的には日々日々変わってくる数字になりますので、下記の URL を参照して、最新の情報を手に入れていただけると幸いです。で年表で見てみてもです、ね、こんな形で右肩上がりで推移しているという形で、こちらはグローバルの拠点数なんですけれども。 日本の数を表したこちらの絵でも、そちらが見て取れるかなと思います。で先ほどお伝えしたです、ね、概要前の話飛ばすよって、まさにこの資料だったりするんですけども、簡単にだけ触れておくとです、ね、アマゾンクラウドフロントっていうのが真ん中にいたときに、そちらを参照するユーザー側ですね、スマホだとか PC のことをクライアント、でリソースを提供するサーバー側のことをオリジンと呼びますので、 あのこのオリジンという単語はすごく頻発しますので、ここだけ押さえていただきたいのと、あと CDN のメリットとしてです、ね、こちらのクラウドフロント側にです、ね、キャッシュを貯めておくことができますので、先ほど見ていただいたその400以上ある拠点にです、ね、キャッシュが持たれてです、ね、クライアントからリクエストが来たときに、非常にレスポンスが早く、レイテンシーが低く、 コンテンツが返せるというのと、あとその時にはですね、このオリジンサーバーの負荷というのを特に使わないので、オリジンサーバー側のリソース節約ということもできるというメリットがある点だけ押さえていただければなと思います。このクラウドフォントは一般的にはコンテンツデリバリーネットワーク、略して CDN と呼ばれるものになります。はい。 一応、機能回りということで、簡単にちょっと細かい話だけさせていただくとですね、知らない方も多いかと思うので、そここで触れておくと、先ほどお見せしたその400以上の拠点というのはですね、一つのエッジロケーションと呼ばれる層だけではなく、リージョナルエッジキャッシュと呼ばれる層も存在し、 この400以上ある拠点に、このオリジンサーバー側がすべてコンテンツ配っているわけではないという点、ぜひ押さえてください。この真ん中のですねリージョナルエッジキャッシュというところに、オリジン側からコンテンツが配られて、この400以上あるエッジロケーションのほうには、このリージョナルエッジキャッシュからコンテンツが配られることによって、さらにですね効率よくコンテンツが配信できるようになっております。 こちら、あの、裏側の仕組みなので、ユーザー側で特に意識はしないんですけども、こういった工夫がなされているというところをご認識いただけると幸いです。こちらは新しい機能の説明になるんですが、先ほどのリージョナルエッジキャッシュというのを拡張してですね、よりオリジンの負荷を低減し、ユーザー体験を向上させるものとして、オリジンシールドという機能が追加されております。こちらの利用ケースとしては、 別のリージョンにいるお客様からリクエストが来る際のパフォーマンス向上を念頭に置いております。この右のです、ね、絵を見ていただくと分かりやすいと思うんですけども、その海外のお客様からリクエストが来る際には、このようにです、ね、一度海外リージョンのリージョンのエッジキャッシュを通って、直接オリジンサーバーにリクエストが来るというような形になります。これがです、ね、直接リクエストが来るので、 パフォーマンスになかなか影響が出やすいということがあってですね、リージョナルエッジキャッシュを拡張した機能として、オリジンシールドと呼ばれるものを、このオリジンサーバーと同じリージョンに置くことによって、海外リージョンから来たリクエストのリージョナルエッジキャッシュを経由した際に、この同じリージョンのオリジンシールドというものを経由させることができるといった機能になります。ここを経由させることによってですね、 よりそのコンテンツ配信のパフォーマンスの向上できるので、リクエスト数の削減だとか、データ転送量の削減、オリジンのコスト最適化みたいなところに寄与することができる形になります。はい、で次の機能の話なんですけども、先ほどの話とは若干別の観点になるんですが、実はクラウドフロントの裏側で,です、ね、同時に大量のリクエストが発生した際に、最初のリクエストのみをオリジンに送りですね、 負荷低減をすするという仕組みが存在します通常、エッジ側にコンテンツのキャッシュがない場合にはです、ね、ユーザーからのリクエストというのはすべてクライアント側にも送られてしまうんですけども、この機能によりです、ね、同時に大量にリクエストが発生する、いわゆるフラッシュクラウドというものが発生した場合でも、オ人ジンサーバーが高負荷な状態になり、提出するリスクというのを低減することができます。このようにですね、 実は裏側でいろいろな機能が稼働しておりまして、ユーザーが利用する際の一部になっている点、ぜひですね、ご認識を持っていただけると、幸いでございます、はい。次にアジェンダであるキャッシュコントロールのポリシーについて見ていきます。こちらも一般的な話になるので、ちょっとサクッといきたいなと思うんですけれども、先ほどグローバルインフラストラクチャーとかクラウドファントの動きについて説明したんですが、こちらでは、 クラウドフロントの中の設定周りの話について簡単に触れていきたいと思います。本当に簡単になきゃいくんですけども、ディストリビューションと呼ばれる大枠ですね、がまずあります。こちらではカスタムドメインだとか、あとはそれに紐づける SSL、TLS の証明書、紐づけ、ログの保存先などを設定します。で、この大枠の箱の中に、このオリジンという設定と、ビヘイビアという設定を行います。 このオリジンでは、どのオリジンサーバーに、このクラウドフロントを紐付けるのかというのを設定し、こちらのビヘイビアの方では、このすらなんとかと呼ばれるですね、パスパターンに合わせて、どのオリジンサーバーに紐付けるのかといった設定が可能となります。このビヘイビアではですね、こちらのパスパターンの紐付け設定以外に、キャッシュポリシーと呼ばれるものと、オリジンリクエストポリシーと 呼ばれるものもの設定が可能となっておりますこのポリシーに関してはです、ね、後ほど細かく説明しますので、正直、クラウドフロントに設定したドメインに対して、このパスパターンのときは、このオリジンに接続したいという設定をするだけなので、こだわりがなければです、ね、とても簡単に設定ができてしまう点だけ、押さえていただけると幸いです。ただしです、ね、CDN を利用したいと呼ばれるお客様のモチベーションとしては、 単にこのクラウドフロントを配置したいというだけではなく、コンテンツを適宜キャッシュさせたりとか、エジ側に実行できるいろんな便利な機能を使ったりとかですね、セキュリティサービスと連携させて、エジ側でウェブアプリケーションに対する攻撃を防御したいといった期待があるのではないかと思いますので、こちらの、これらのですね、機能については、これから順番に説明させていただければと思いますので、ぜひお楽しみいただけると幸いです。 ということで、まずはですね、クラウドフロントにキャッシュを保持、運用するためのキャッシュコントロールの機能についてお話したいと思います。こちらも割と一般的な話なので、サクッといくんですけども、こちらのキャッシュコントロールの設定は、ビヘイビアの設定の中のキャッシュポリシーにて行えます。先ほど説明した絵のこの左側の設定ですね。この中でぜひ押さえていただきたいのが、キャッシュをする際に同一のコンテンツを返すための キキキーーとなるキャッシュキーについてです、ね、このキャッシュキーにできる値というのが URL およびキャッシュポリシーで有効化した HTTP ヘッダー、クエリストリング、クッキーパラメータとなる点、ぜひ押さえてください。キャッシュキーが完全に一致した際にキャッシュが再利用される形になります。ここは一番重要なポイントですね。次に、こちらの具体的な設定方法について見ていきたいんですけども、 キャッシュポリシーはこの右側にあるですねマネジメントコンソールの上で設定が可能です。こちらにてキャッシュキーとして利用したい内容を設定することができるので、どの値をキーにしてキャッシュコントロールを行うかというところの設定が可能です。また、キャッシュポリシーとは別に、オリジンリクエストポリシーというのがありまして、こちらはですねオリジンリクエストする際に クライアントからリクエストした値のうちどれを転送するのかという定義ができるものとなります。この右側が、はい、オリジンリクエストポリシーですね。ここでぜひ注意いただきたいのが、キャッシュポリシー、この左側のキャッシュポリシーとこのオリジンリクエストポリシーというのがなぜ分かれているのかという部分についてですね。実はこれらのポリシーというのは2020年まではありませんでした。で、このキャッシュキーを設定すると、そのキーとして 設定ししたた値だけがオリジンににも送られるという仕様に2020年ままではなってましたたこれだと、キャッシュキーにはしたくないんだけど、オリジンには送りたいといった情報に対応できなかったので、これらが、ポリシーが分離して登場したというわけですね。これにより、上記のこの絵にあるですね、通り、キャッシュポリシーでキャッシュキーを定義し、オリジンリクエストポリシーでオリジン転送する情報を定義するといった設定ができるようになりました。 ちなみにですが各拠点でキャッシュされたコンテンツを無効化したいという要望もあると思いますので、こちらも説明しておきます。これはインバリデーションという機能を使うことで実現が可能です。ただし、日々のコンテンツ更新に関しては、この機能ではなくキャッシュポリシーの各 TTL や、オリジンで指定するキャッシュコントロールレスポンスヘッダーで適切なキャッシュ期間を設定することを推奨させていただいている点、ご注意ください。 また、コンテンツのキャッシュは URL やクエリ文字列をキーにするため、性的コンテンツのファイル名やクエリ文字列を使ってバージョニングを実施し、日々のコンテンツ更新作業を運用されるケースも多いかと思います。こちらの設定に関してはです、ね、細かくこちらの URL にです、ね、設定方法だとか、運用方法に関して載っておりますので、ぜひ合わせてご参照いただけると幸いです。 はい以上がキャッシュコントロールの話でして、次のアジェンダがクラウドフォントの様々ままな機能についてになります。ここからではですね、本日メインで話したかった話になってくるんですけども、まずはオリジンフェールオーバーの機能についてお話ししていきます。こちらの機能ではですね、まず2つのオリジンを指定していただきます。プライマリーオリジンとセカンダリーオリジンのような形ですね。 そして、プライマリーオリジンに接続しに行った際に、4ペケエラーだとか5ペケエラーが発生した際に、セカンダリーオリジンの方にルーティングするというような設定ができる機能となっております。はい。これによって、クラウドフォントだけですね、オリジンの可用性との実現することができるような形になっております。はい。それでは次の機能について説明すると、クラウドフォントヘッダーの拡張についてですね、 実は、エンドユーザーからリクエストがクラウドフロントを経由することによって、これらのヘッダー情報ですね、付与した状態でオリジンに情報を渡すことが可能です。これにより、スマートフォンからのリクエストなのか、その他か,からの通知なのかというのが分かったりとか、エンドユーザーの都市やタイムゾーンが分かったりします。これらの情報をオリジン側のサーバーで受け取り、ヘッダー情報を元にした処理や 分析を行うといった有効活用ができるかなと思いますので、ぜひご活用いただけると幸いです。これらの機能は先ほど説明したオリジンリクエストポリシーにて追加ができるような形となっております。さらに実は最近のアップデートで、クライアント IP アドレスと接続ポート番号が確認できるヘイダーもサポートされております。従来は x e d 4などを参照していたんですけども、 これらの機能を設定いただくことによって、新しいヘッダーという形でオリジンサーバーにクライアントの情報が転送可能となっておりますので、迅速にトラブルシューティングを行ったり、オリジンサーバーでのリアルタイムな処理にもご利用いただけるかなと思います。こちらもオリジンリクエストポリシーにて追加が可能となっております。次に、サーバータイミングスヘッダーですね、の機能についてです。 このサーバータイニングスヘッダーというのは、ビューアーのレスポンスに HTTP ヘッダーの形で追加のメタデータを提供し、クライアント側のアプリケーションコードで利用したりとか、右側のこのキャプチャーにあるですね、開発者ツールで情報を閲覧することが可能となっております。このサーバータイニングスヘッダーを利用することで、ユーザーリクエストのトランザクション全体のメトリックスを確認できるので、より詳細な洞察を得ることが可能となっております。 こちらの設定方法は、次のスライドにて説明するレスポンスヘッダーポリシーにてチェックを入れるだけで簡単に設定が可能となっております。ということで、レスポンスヘッダーポリシーについての説明をするんですが、こちらは比較的新しい機能でして、クラウドフロント側で各種セキュリティ関連のヘッダーや CORS ヘッダー、または先ほどのサーバータイムズヘッダーを設定してユーザーに返すことができる機能となっております。 さらに、この右側のこの部分で任で意の値をカスタムヘッダーとして追加できますので、必要に応じてご利用いただけると幸いです。次に紹介するのが、クラウドフロントのエッジ側で GZIP またはブレトリ圧縮をできる機能となっております。こちらの機能を有効化することによって、エッジ側で自動的にコンテンツを圧縮することができますので、より高速な 配信が実現でき、ユーザー体験の向上にも寄与することができます。こちらの機能はキャッシュポリシーにて設定することが可能です。はい、次はラムダ1ですね。 AWS Lambda に関してはご存知の方も多いかもしれないんですけども、簡単に説明すると、サーバー,プーバのプロビジョニングであったり、管理をせずともプログラミングを実行できるサービスとなっておりまして、こちらはですね、クラウドフロントがリクエストもしくはレスポンスを受け取る前と後のタイミングで Lambda を実行させることが可能な機能となっております。Lambda エジでは外部へのリクエストやファイルシステムへのアクセスも行えますので、例えば、 さまざまなソースからコンテンツを取り込んで、オン・ザ・フライで HTML を構築するサーバーサイドレンダリングの処理だとか、ユーザーからの画像コンテンツに対するリクエストを受け取った際に、URL のクエリ文字列の値に合わせて、画像コンテンツのサイズやフォーマットを変更したりといった、割合複雑な処理も含めて、幅広い用途でご利用いただくことが可能となっております。 はい、次にです、ね、クラウドフロントファンクションズの機能について紹介します。こちらも、ね、エッジ側でプログラムを実行するということが可能な機能となっておりまして、一見、ラムダエッジと似通っているように思われる方が多いかと思うんですが、ラムダエッジとは異なり、ユーザーにより近いエッジロケーション側で処理ができる機能となっております。 ただし、ラムダエジとは異なり、クラウドフォンドファンクションズでは外部へのリクエストだとか、ファイルシステムへのアクセスが行えないのと、実行できるのが軽量な JavaScript となっておりますので、あまり重い処理ができない点はご注意ください。 ユースケースとしては、ユーザーのリクエストに対して簡単な認証を行う、例えばベーシック認証などの処理や、検索しやすい URL にコントロールするための URL リライト、特定のヘッダーを動的に付与したり編集するための HTTP ヘッダー操作などが考えられます。少し古いものにはなるんですが、クラウドフロントファンクションなどとラムダエ g ジの比較表がこちらになります。こちらに関してはですね、下に URL 載せているブログに載っているのと、 あとですね、ラムダエージに関しても、ラムダとはまた別の制約とかありますので、ぜひこちらに関してご参照いただけると幸いです。大まかな説明は、はい、以上となりますので、一旦先に進みたいと思います、はい。次の機能としては、エラーレスポンスのカスタマイズについてお話し,します。 クラウドフロントではカスタムエラーレスポンスというのを定義できまして4 0 0系のエラーだと5 0 0系のエラーに対してレスポンスページを別のオリジンに変更することができたり HTTP レスポンスコードを変更することが可能となっておりますこれによりですね本番オリジンサーバーに異常があった際に S3 からソーリーページを返すといったアーキテクチャも組むことが可能です次に地域、需要制限の機能についてご紹介いたします こちら、クラウドフロント側の設定で,ですね指定した国のリクエストだけを許可したり拒否したりといった設定が可能な機能です。例えば、日本のお客様だけを対象としているサービスの場合などには、こちらの機能を有効化していただくだけでその制限を簡単に実現することが可能となっております。以上がクラウドフロントのさまざまな機能の紹介についてでした。 次にモニタリング周りの話をしていきたいと思います。先ほどのセッションでも簡単に触れたんですけども、こちらのスライドにあるとおりです、ね、クラウドフロントからは、複数のサービスを使って、ログやメトリックスを可視化することが可能です。先ほどもお話にもあったとおり、マネジメントコンソールで,です、ね、まず見るレポーティング機能というのがメインの機能となっております。 単純にリクエスト数、データ転送量、エラーレートとかを見れるだけではなく、キャッシュ統計だとか、よく接続されるオブジェクト一覧、あとは接続元のリファラー、プロトコグごとのデータ転送量、クライアントの UA 一覧などがです、ね、見やすいグラフにて、特に追加の設定をせずとも簡単に閲覧することができます。ぜひですね、すでにクラウドフロントを使っているという方はです、ね、マネジメントコンソールから左側にこの一覧がありますので、見ていただけると幸いです。 またですね、クラウドウォッチにも先ほどお伝えしたような内容というのはリアルタイムに送られてますので、これをもとにですね、指揮を設けて、障害だとか異常検知を行うことも可能です。さらにですね、クラウドフロントのアクセルログに関しては、S に対して転送することができますので、それをですね、SQL で分析するためのアテナを使って、BI ツールの クイックサイトで可視化するみたいなこともできますので、ぜひですね興味ある方は、こういったアーキテクチャを組んでいただければと思います。さらに、リアルタイムのログの機能についてもありまして、冒頭にですねお話した、世界中にあるこのエッジロケーションからログを集約してくるというのは結構大変な作業になるんですけども、これらの機能を使うと、1分以内のリアルタイムニアリアルタイムな形で,ですねログ収集が可能となっております。 こちらについては、キネスデータストリームを送信先として設定することができますので、裏側は好きなものを適宜選択が可能です。この例ではですね、キネスデータファイアーォースに連携しまして、オープンサーチサービスだとか、S3 に接続して、データの保存、その後の可視化分析というのをよく取られる形なので、絵に載せさせていただいております。 はい以上がモニタリング周りの話でして次にですねセキュリティ関連のお話をしてまいります。はい、ょうどセッションでセキュリティ周りに関してはですねえ説明するので簡単にだけいきたいと思うんですけどもまずは SSL セキュリティポリシーについて説明します。 でこれはですね、このクラウドフロントに対して、クライアントから接続する際に、どういった SSL のですねポリシー、SSLTLS のポリシーを設定するかというのが、クラウドフロント化で設定できます。このポリシー以上の必ず SSLTLS バージョンを使ってくださいねといった設定が可能でして。 あとはですね、このクラウドフロントからオリジンサーバーに接続する際にも同じように、この SSLTLS バージョン以上を使いましょうねといった設定が可能となっております。その他には、先ほどもスライドで出ました ACM との統合ができたりとか、またオリジンサーバーの保護の機能ですね。 こちら簡単に説明しておくとです、ね、このオリジンサーバーに当たるものに対して、クライアントからクラウドフロントを経由せずに直接アクセスされると困るんですね。なので、このダイレクトアクセスというのをどういうふうに防ぐかという話なんですけれども、s a であればです、ね、このオリジンアクセスアイデンティファイ、OAI と呼ばれる機能だとか、 使えるんですけども、カスタムオリジンサーバーに関しては、IP アドレス制限したり、ヘッダーで制限したりという手が取られてたんですけども、それも今まで完全でなかったりとか、運用が大変だったりしてました。 これに関しては、最近、マネージドプレフィクスリストと呼ばれる、クラウドフロントが使うグローバル IP アドレスを、AWS が自動的に管理してくれる機能が出てきましたので、こちらをセキュリティグループと連携していただいて、IP アドレスを制限することで、そういったですね IP アドレスの制,限制御というのを、AWS 側にお任せして運用することができるようになりましたので、ぜひ、動かせをいただければと思います。 署名付き URL、署名付きクッキーに関しては、次のセッションでも出てくるので、一旦飛ばしたいと思うのと、あとフィールドレベル暗号化に関してはです、ね、意外とご存じない方もいらっしゃることが多いので、説明しておくと、こちらはです、ね、パブリックキーを使って、クラウドフロントにて、ポストリクエストの特定データフィールドを暗号化して、ご依人側に転送することができる機能となります。で暗号化された情報に 関してはツイートのるプライベートキーで複合化できるので、しかるべきタイミングでしかるべき人が複合化することが可能です。で、例えばですね。クレジット番号、番号の情報などもお客様の個人情報入った状態でですね。サーバー側に送る場合にですねデータベースに生の状態で保存しておく、起きたくないと言った際にはご利用いただける機能かと思います。 次に、ほ他のサービスとの連携に関してお話したいと思うんですけども、先ほどもあったですねシールドと連携して、DDoS 攻撃の対策をしたりだとか、あとは a w s バフと連携して、L7 レイヤーの攻撃を防いだりとか、といった連携機能も使えますので、こののとのセキュリティセッションもぜひお楽しみにしていただけると幸いです。 ということでですね、クラウドフロント周りの機能については一通り説明が終了になりますので、最後にですね、本日の説明でクラウドフロントに興味を持っていただいた方向けにですね、ハンズオンコンテンツというのが用意されておりますので、ぜひこちらもご活用いただけると幸いです。 でこちらはですね、AWS ハンズオンと検索していただけると、ハンズオン・フォー・ビギナーズというページが出てきますので、その中から Amazon CloudFront および AWSWAF を用いて、エッジサービスの活用方法を学ぼうというコンテンツを選択いただけると、実際、ハンズオンとしてです、ね、触ることできますので、ぜひぜひご活用いただけると幸いです、はい。以上で私のコンテンツは終了となります。ご清聴いただきありがとうございました。